はい、本日は福井県福井市にあります餃子酒場大吉さんにやってまいりました。本日はこちらでデカ盛りチャレンジがあるということで、そちらを挑戦していきたいと思います。では頑張ります。はい、というわけで準備ができたので挑戦していきたいと思います。それでは頑張りたいと思います。よし、はい、よーい、スタート。いきます。いただきます。よし、でもうまい。
はい、皆さんこんにちは、大食い太陽です。いつもチャレンジ中は無言で食べているので、今回はアフレコで説明していきたいと思います。まず最初にヤンニョムチキンから食べ進め、そこから分厚いチャーシューを食べ、それから、周りの餃子を食べ、そこから最後に山盛りチャーハンを食べといった単純な攻略法で食べ進めています。味はどれも美味しいのですが、ヤンニョムチキンのピリ辛なところがチャレンジとしては少し苦戦しましたね。刺激のある食材が結構チャレンジでは苦戦しがちだなと自分の中では思ってます。今回のチャレンジは自分にとって難易度は優しめな内容になっていますが、どれも飲み込みづらい食材なので気は抜けないチャレンジになっています。今見た感じ、口に頬張ってそこから水で流し込む食べ進め方で進めています。結構チャレンジ中では水を使いがちなので、これから先大食いを強くされるためには、なるべく自分の喉の力だけで飲み込めるようこれから頑張っていきたいと思います。以上でアフレコは終了します。これからの動画でもアフレコを入れていきたいと思っています。
くれてた。ごちそうさまでした。すいません、ごちそうさまでした。ということで、結果完食タイム、34分33秒で無事完食できました。最初のヤンニョムチキンが結構ジューシーでピリ辛で美味しかったですけど、少し今口の周りがヒリヒリしてるんで結構食べるのに苦戦しましたが、もう全部美味しかったんで無事完食できました。すみません、すみません、ありがとうございました。こちらでは、もぐもぐさかりさんとガリュウさんも来ています。ちなみに自分も過去にこちらで大食いチャレンジをしました。前回のアルマゲドン完食でこちらを1000円分のお食事券もらったんで、1000円分の、まあ、何かしら食べたいんですけど、結構メニューがあるんで、迷いますね。というわけでこちらやってまいりました。こちらがソースカツ、こちらが、あったかいそばに、こちら野菜とお漬物、グレープジュース、こちらオリバーのチョコ。さっき食べたけど一応ベジポーズと、福井といったらそば、そうそう、最高。
Oh.